次に、庄司健一君。委員長。庄司健一君。公明党の庄司健一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。何点か、お尋ねをさせて、いただきます。地方競馬の経営状況、これにつきましては平成3年以降悪化が続いてまいりました。競馬事業からの撤退が11主催者に及んでいるわけでありまして、こうした中、地方競馬の主催者の皆様は地方競馬全国協会が行います資金の確保措置、あるいは収支改善へのさまざまな取り組み、そして何といってもインターネット投票の環境整備、これが非常に有効だったと思いますが、こうしたことを行ってこられまして、その結果令和3年度売上が9900億円を超え、非常に堅調に推移をしてきたということでございます。こうした状況を踏まえて、今般競馬活性化計画の目的について、事業の収支の改善としていたものを事業の経営基盤の強化というふうに見直すということが今回の改正案示されております。ただ一方で、昨年度は14主催者中6主催者において、いわゆる公正元の地方公共団体に対し収益金の配分が行われていません。事業収支の改善の一層の強化というのは、いまだ必要ではないかと、こう考えておりますけれども、今般、そうした中にあっても、目的をこのように今変えるということについて、その所見を大臣にお伺いしたいと思います。委員長。野村農林水産大臣。庄司委員にお答え申し上げたいと思います。今、ご指摘がありましたように、事業収支の改善というのがやっぱり一番のこれは課題でございまして、先ほどおっしゃいましたように6主催者において地方公共団体の分配を行えていないという現状でございます。したがってここをやっぱり中心に考えていかなきゃなりませんが、ただ事業のこの経営基盤の強化という形に今回変えようということでありますが、それは何かと言いますと、収支の改善の取り組みは、これはもう一層進めるということは、もうこれが意の一丁目一番地でありますが、もう一つは、老朽化した施設への具体的な対応がやらなければならないという今、状況にありまして、そのことで経営基盤を強化したいという大きな目的を、もう一つ目的の中に掲げさせていただいたわけであります。特にやっぱり老朽化が激しいというのが、地方競馬の施設の今の課題でございます。しかもこれには多額の費用がいる、それからもう一つは、長期間にわたるということがありまして、このことを今回の法律の目的の中に、経営改善、経営基盤の強化という形で入れさせていただいたわけでありまして、こういったものを進めながら、競馬の活性化をぜひとも図っていきたいと、こういうふうに思っているところでございます。庄司健一君。大臣、ありがとうございます。決してその収支の改善ということを右に置いているわけではないということが確認できましたし、また今後のこの後の質問にもつながりますけれども、施設の老朽化にしっかり手を入れたいということですので、そこは了解させていただきます。私は東北ですので、岩手県の競馬のですね、岩手県の競馬組合議会、この質疑をちょっと議事録を見たことがありますけれども、1億円その地方公共団体に収益金を返した時があるんですが、議会の中ではこのペースで返還されたら300年かかりますよというですね、指摘があって、一層の収支改善ということを強く議会は求めておりまして、地方公共団体および議会が一部まだ厳しい目でこの地方競馬をご覧になっているということはぜひご承知をいただきたいですし、また刑法のその違法性を阻却できているのは、先ほども答弁にございましたが、
要するに地方公共団体の財政の改善に寄与するということがあるからこそ、認められている行為なわけなので、ここはしっかり揺るぎないものにぜひお願いをしたいと思っております。2つ目です。地方競馬では今もお話がありました、厩舎等の老朽化が非常に進んでおりまして、岩手でも水沢の厩舎、これは本当に悲しいぐらいの老朽化の現状でございます。14主催者の基金残高は約860億円、これに対しまして施設整備需要は約2400億円にもなっております。日本中央競馬会から地方競馬全国協会への資金提供は5年延長、全国協会の畜産勘定から競馬活性化勘定への資金繰り入れを恒久化するという、今般の改正に施設整備の加速化を期待する声が多く届いております。ぜひ全国の主催者あるいは地方競馬に関係する皆様に対しまして、老朽化施設の整備に関する強い決意とその見通しをお聞かせいただきたいと思います。委員長、角田農林水産大臣政務官。所持にお答えをいたします。地方競馬の施設の老朽化、所持の地元水沢競馬場、旧社昭和40年代に整備をされたものですけれども、老朽化がひどくて悲しい状況という話でございましたけれども、他の施設も主に40年代に整備された施設が数多くありまして、悲しい状況であるのは全国の地方競馬変わらない状況であると認識をしております。地方競馬主催者の施設整備に要する費用については、平成29年度には約56億円でしたけれども、令和3年度には約190億円となっており、施設の更新が本格化、全国でしている状況にございます。しかしながら、地方競馬においては、耐用年数を超過した施設が7割を超える状況となっておりまして、令和5年度以降の施設整備需要額は、主催者の施設整備にかかる基金残高を大きく超える水準となっております。このような状況を踏まえ、地方競馬全国協会が行う地方競馬の活性化を図るための取り組みへの支援の恒久化、延長を行うこととしておりまして、支援措置を活用し、現在7割を超えている耐用年数を超過した施設について、これを半数程度まで減少させることを目指すこととしております。庄司健一君。ありがとうございます。地方競馬関係の皆様に非常に届く、強いメッセージをいただきました。これからも振興管理含めてぜひお取り組みをお願いしたいと思います。3点目は、地方競馬会とそして、地方競馬会では厩舎で働いていらっしゃる厩務員の皆様等の、待遇所得に大きな格差がございます。地方競馬をその支えるバックヤードで支えていただいている、例えば育成牧場の従業員といった皆様の処遇にも強く影響しておりまして、今回のこの法改正を通じて中央と地方のこの所得の格差、待遇の格差、この是正にぜひ取り組んでいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。渡辺畜産局長。委員にお答えをいたします。厩舎関係者でございます厩務員、騎手などの待遇につきましては、所属する競走競馬場、職種、管理する馬の数、レースの成績などによって大きく変わりますけれども、厩舎人材を確保をしてその能力の向上を図ることがまさに競馬の維持発展のために重要でございます。しかしながらご指摘のとおり、特に地方競馬におきましては長らく続いた売上の低迷に伴う経営コストの削減のためにですね、給与水準を低く抑えざるを得ないとかで、厩舎関係者が集まらない結果ですね、在厩馬の確保ですとか競走馬の質の高い調教が困難になっているというようなことで、その確保対策が地方競馬の大きな課題でございます。特に厩務員につきましては、近年の売上の増加に伴う在給等数のですね、増加に追いついておらず、1人で5等以上を担当するケースもあるというふうに聞いてございます。
このような課題を解決するためにですね、にはですね、厩舎の関係者の待遇を改善することが重要でございますので、まあ、地方競馬の経営基盤の強化、売上の増加といったものを図りまして、厩舎の施設整備などを進めて、その厩舎関係者の労働環境ですとか、住環境の改善、待遇などが図られるようにですね、促してまいりたいというふうに考えてございます。庄司健一君。ありがとうございます。4点目です。先ほどの武部議員の質疑と少し重複をいたしますが、馬産地の支援についてお尋ねをしたいと思います。これまでもこの馬産地支援については、累次の延長を重ねて現在に至っております。平成23年度時点の軽種馬生産個数1029個であったのに対しまして、令和3年では784個まで減少して、この10年で2割減少しているというふうに理解をしております。主産地であります北海道の日高での調査によれば、今現在も7割の農家さんでは生産者がいない、後継者がいないというふうにお答えをいただいておりますので、非常に深刻な状況だというふうに思います。今般のこの競馬法改正で、競走馬の生産を振興するため、日本中央競馬会の特別振興基金資金から、中央競馬全国協会の競走馬生産振興勘定への資金交付、これを時限措置から恒久化するということにしているわけでありますが、この5年の時限措置を恒久化するということが、大きな課題となっている後継者の確保といったことにどういうふうにつながっていくのか、つまり今まで、まあ、時限措置とは言いながら延長してきていますので、半ば恒久化に近い、やり方だったのを、まあ、今回、恒久化ということを改めてすることによって、この後継者の確保ということに、具体的にどういうふうにつながっていくのかということを教えていただきたいと思います。渡辺畜産局長。お答えをいたします。競走馬の生産に対しまして、これまで地方競馬全国協会によりまして、有料な繁殖馬の導入の促進をしましたり、生産施設の整備、あるいは担い手育成対策といったような支援を行ってまいりまして、生産のですね、頭数は増加をしてきております。ところが馬産地のですね、におきましては、ご指摘のとおり、軽種馬の生産農家個数を見ますとですね、長期にわたって減少し続けていると。ということで現在も多くの形態で委員ご指摘のとおりですね、日高地方後継者確保状況、後継者なしと答えられる方が7割というような状況をご指摘のとおりでございまして、生産基盤の弱体化が進展をしてきてございます。でこの法律案におきましては、 JRA から地方競馬全国協会の競走馬生産振興勘定への資金交付措置を恒久化するということで、この馬産地の生産振興のためにですねの財源を長期的に恒久的に確保ができるということで、長期的な視点に立ってですね、対策を行うことが可能になるというふうに考えてございます。まあ、新規収納、円滑な事業承継などの担い手対策を充実強化をしたりですね、引き続き現場の方々の声を伺いながら、軽種馬経営の体質強化、強い馬作りといったものにですね、この恒久的に確保された財源を使ってですね、まさに馬産地のですね、生産基盤の強化を図ってまいりたいというふうに考えてございます。庄司健一君。今、局長のご答弁にあった新規就農も、実際にこの5年でですね、例えば親元就農は100件、それ以外の新規就農は97件、計197件の牧場で、いわゆる新規就農に結びついているんですが、こうした中期的な生産個数の減少には歯止めがかかっていないということですので、今の新規就農についてはしっかり力を入れて、一層取り組んでいただきたいというふうに思っております。時間が回りましたので、質問というにも最後、ご意見を申し上げたいと思いますけれども、この北海道庁が調査をしております、日高地方の経営活動の実態調査によれば、かなり借り入れがですね、残っている、そうした生産者の方々が多いようでございます。一層、ぜひ生産基盤の強化に努めていただきまして、
地方競馬の活性化を実現をしていただきたいと思います。以上で終わらせていただきます。次に山岡達